で親友がまだ結婚すると。あ、そういうことですね。はい、そういうことです。親友がまた一人結婚すると。でもまあ今からはちょっとね、あの岐阜の方に行っていきたいと思います。寒い。おお、お疲れ。お疲れ。寒いわ。え、もう撮ってる？どうもおだやかチャンネル12月のまさみです。お久しぶりぶりぶりいっぱいでマンチョマン。今小学生に白い目で見られてた。はい、ということでおだやかチャンネル岐阜羽島編が始まりました。今始まったということでですね、ワープしましたよ。で今、おすすめの、はい、何ですか。ここはよく来るんですか。ここよく来ます。はい、麺や緑です。麺や緑、はい、美しい鳥ね。美しい鳥、緑。僕らも美しい鳥になりたい。はい、何食べようか。お久しぶりブリーフ。はい、やってまいりました。本日ご紹介するのはこちら、岐阜城でございます。ということでね、早速なんですけども、皆さんには岐阜の素晴らしさを味わっていただければなと思っております。あれ味方おらんで。じゃあ飛び込みます。今のはどういうあれですか。ごめん、滑ってるわ。そっから何も。それが見たいんやって、みんなは。みんな見たい。あ、来るのやっていう滑り芸を。そういうことか。でもいいとこですね、本当に、はい、岐阜を。ありがとうございます。いきますよ、フルノット。日本画の大家かわいい玉堂の発案により建立されたもので、次には海星松尾芭蕉が信州安家の途中でおります。好きな武将は祖神には大変珍しい自然の恵まれたこの銀火山が現在国有林です。今から感動の1ページが刻まれようとしています。これです。お、東京で言うたら渋谷スクランブルスクエア。眩しい。長良川ね。これ長良川ですか。はい。で、あそこの野球場で1年に1回巨人戦が行われてるんですが、その手前の球技場が、J3 の作を行われたり、全日本インカレも行われるという、長良川陸上競技場になってます。で、もうちょっと向こうの方行くと伊吹山って言って、くれる人がおるだけマシや。こちら反対側にやってまいりました。はい、まああちら、まあ反対側は鏡ヶ原市ですとか、ちょっとあっちのもうちょっと北の方に目移しますと、まあ関市ですとか美濃市などがありまして、であっちのビル、もっと向こうのカメさん、あっちに移してください。あっちを。いや、この格好クラークやないか。ちょっとおもろね。あ、ゆうだい笑ってる。でれー、ゆうだいアウト。あっちマジで名古屋とか、あのビル名古屋の、あれ名古屋かな、一宮とか名古屋本当かな、多分です。あっちが名古屋とか、あのなんかビルちょってあった、うん、名古屋だと思います。戦国大名の中で一番強かったであろう大名の必殺技、
ちょんまげ勝ったえ、これ、え、ちょんまげ勝ったフルの大名がご入場されますよ。フルの大名ちょんまげちょんまげダブル勝ったダブルの時とダブルじゃない時の違いがよく分からなかったんですけどごめん、サイド勝ったでしょちょんまげあ、あ、ちょっと恥ずかしい、お前ちょっとさすがにストップかけた、今ちょんまげサイド勝ったやっぱ YouTuber としての才能はあると思うで、ほんまに、うん、なんかありがとう、わかるよちょびひげのうちあ、ちょびひげをちょっと伸ばしてそうそうそうムチにした感じ、ボボボボボボボみたいな感じ、そんな感じあバレたか、どうやって勝つ、どうやって勝つ、どうやって勝つ、挑むの、どうやって勝つ、挑むの、エボシミユーダイツどこがトリックアウトなのこれ、あーいけいけ、おーリス、リス使い、おーおお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 ほらほら、え、すげえ言うだ、すごい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 、これくどんぐり食ってる一人で、え、かわいい、リスのどんぐりめっちゃかわいいやん、危ない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 、あ、しーちゃん後ろ、まずよっ、こちらです、もう僕言いますわ、うん、言って、ほんまに分かる、ほぼ一本道なんで、ある程度までこれ曲がった方がいい、まっすぐやる、道なり行って一応覚えとかなんかで調べてみますわ、あ、めっちゃいい、ご意見としてね、岐阜の世の中のためにちょっと言うたってください、そうそう、あれ、あ、そうや、これ左か、そうそうそう、全然ナビできてへんよ、岐阜のミスター、いや、まあとりあえずこれまっすぐ行ってずっとまっすぐで、これまっすぐでいいですよ、うん、普通に行かされた、おはい、おはようございます、こんにちは、おはようございます、こんにちはって言うのかな、あ、穏やかに、はいはい、え、どうする、白、あ、白です、絶対美味しいやん、野に咲く花のように人を和やかにして、はい、はい、おはようございます、穏やかチャンネル準レギュラーの古野正弘です、今日もよろしくお願いします、それいらんで、ね、毎回、あ、ごめん、もう最初にやってるからということで今日は、権田佳音さんの結婚式があるということでお招きいただいて、今向かっている最中でございます、で場所としてはここどこか分かりますか、京都ですよ、京都、今日という日は京都に来た、なんじゃってーん、惹かれてということで見てください、もう風情、もう何もないようないやん、あちょ
手の方がくっついてるっていう、まあ両方の人を聞いたらそういうことなんですよね。え、なんかお酒